Hello everyone, this is Pepijn from Kenno Jidai International, and today we are at Kokusai Budo Daigaku, or International Budo University, in Katsura, Chiba Prefecture. この別科制度というのは、まあ、別科武道専修課程というもので、外国人を対象に1994年に開始された武道専修のプログラムです。でこれは国際武道大学の創設者である松前重義先生が提唱する武道の精神を正しく普及させることを使命として、優れた武道指導者を世界に送り出すことで国際交流に貢献することを目的としたものです。詳しいことは大学のホームページの方に4月に、はい、一応、はい、載せられて、はい、で大体受験資格というのが、一つはまず外国籍であるということです、うん、それと母国において大学入学資格が与えられる12年間の教育を修了したものということになっています。はい、であとはそれぞれ専門の、武道がありますので、はい、まあ、技術実践のほかに武道の精神を正しく理解して修身、うん、に励む、うん、意欲があるというものを、はい、うちは希望をしております。はいはい、剣道に関してはやっぱり主にヨーロッパからが多いですかね。それで南米、はい、あとはアジア圏も、まあ、韓国、中国、台湾と、はい、そういう各国から、来てます。はい、この別科制度っていうのが、はい、授業の形態がもう学部の学生と、同じように授業を受けるということになってますので、はい、基本的にはもう学部の学生にはやはり将来につながる、はい、剣道を、我々も指導したいので、うん、構えから、はい、もう一から構え、素振り、うん、そういうものから、段階を追って指導していきますので、はい、まあ、国の違いとか経験則の違い、そういうものがあっても、はい、十分対応ができると思います。過去にもいますし、はい、今年の別科生も1名は、はい、学部の方に、進みたいというふうに言っている者もおります。はい、まあ、4年間やってでも、それぞれの国に戻って、はい、まあ、指導者になるという子が多いのかなと思いますけど、はい、そうだと思います。まあ、過去の別科修了生でいくと、やはり各国のまず世界大会とか、はい、まあ、ナショナルチームの代表になって、うん、そこが修了した後に、まあ、コーチ、監督、そういう指導の道に入っているものが、はい、多数おります。はい、わかりました。まあ、国際武道大学でいうと、はい、まあ、海外武道所にいる小森薗正夫先生という先生がいらっしゃったんですけど、はいはいはい、まあ、その先生がやっぱり構え基本をやっぱり中心に厳しく指導されてて、はいはい、それをまあそのまま、うん、だからすごくオーソドックスな、はい、稽古内容だと思います。はい、まあ、基本的に、まあ、朝夕とあるんですけど、はい、まあ、朝稽古だと、準備運動をして素振り、うんうん、で足さばき、はい、で、基本稽古、はいはい、で午後が切り返し基本稽古、うん、地稽古、はい、かかり稽古、追い込み、うん、はい、
毎日ですね。午後に関しては全員ですけど、はい、朝についてはもう希望者のみということでやってます。はい、朝稽古来るのほぼほぼ来てますね、朝から。はい、やはり普段やってることをそのまま伝えるっていうことをやってますね。だから、まあ、外国に行ったからこういうことをやったらこう、まあ、言葉は悪いですけどね、まあ、難しいことをやるとすごくこう外国の方も目を引くのかもしれませんけど、もう至って本当シンプルに構えからもう全部見直していくということで、基本を中心に行ってます。はい、それすごく難しいことだと思うんですけど、はいはい、やはり海外に例えば私が行って指導をして、そこの短い期間で受けたものを、はい、繰り返しやるよりは、うん、やはり、まあ、大元であるこう日本に来て、はい、まあ、自分でしっかりと修練を積んで、うん、そこから帰って指導をしていくっていうのがやっぱり、うん、まあ、いいのかなと思いますけど、そうですね。ただまあ事情によってはね、長期とかっていうことは難しいかもしれませんけども、まあ、本学の場合では短期で、はい、期間が短くても実際に研修できる、はい、機会がありますので、はい、まあ、そういうところで少し自分でやっぱり経験をして、はい、肌で感じて、はい、得たものをやっぱり指導していくっていうのがいいのかなと思いますけど、はい、今年はカナダ、コロンビア、台湾だったですかね。はい、研究生もありますし、そのまま学部、あるいは大学を終わっているものであれば大学院っていう、そういう、まあ、進路は用意されてます。はい、日本に残っているものも結構いますね。そうですか。はい、だから日本の方とも結婚をして、そのままこっちにずっといるものもいますし、うん、はい、はい、どうですかと、いや頑張ってますよ。頑張ってまだなんていうか、やっぱりちょっと硬いところありますよね、まだね、うんうんうん、それとよく注意しているのが発声。あ、うん、発声がねえで止まっちゃうので、やっぱそこを伸ばして斬新までつなぐっていうのを今課題にずっとやらせてますけど、結構上達はしてると思います。難しくは言いませんけどね、やっぱり声をどうやって決めるかっていうと、まずやっぱ声が出なきゃいけないと思うんですよね。で、今の子って言ってた多分声を出さなくなっているので、やっぱり立ち上がっていやーっていうのがまず発声から、打突とそれと打ち、はい、これをしっかり合わせるって、はい、結構遅れるんですよね、声が、はい、打った後に声が出るっていうのは、はい、まあ、彼らもそうですけど、はい、そういうのを一つ一つ、まあ、指導しながらやっていくっていうやつですね。声をとにかく、まあ、私の場合は簡単に言えば相手に向けなさいっていう声を、はい、いやーならやーでやっぱ気持ちも前に行くでしょうし、はい、うん、でそのままの気持ちでやっぱり打突につなげていくっていうやつで、うん、ただ大きい声を出すと声が分散して上にやーって言ったりするので、相手に向けて声を出しなさいっていう風な、はい、はい、授業は剣道でいうと、まあ、剣道のやっぱ柱で指導法、剣道型、型、審判法、これはやりますよね。でそれ以外で言うとやっぱり日本語、うん、で日本文化、うん、そういう形になりますかね、はい、だから大学生がやってる剣道の専門の授業は一緒に受けて、それ以外はまた別科独自の日本語、はい、日本語文化のカリキュラムがあるので、うん、それをまあ別にやるっていう感じですね。だから結構学外にも出て、はい、ペッパーの時どうだろう、白川郷とか、ああいうとこに行ったり、あ、はいはいはい、うん、
で、近場だとどうですかね、房総の村かな、それとか香取神宮かな、鹿島かどっちか、そういうとこにも行ったり、泊まりでですね、はいはい、うん、ただやっぱりそういうやっぱりコミュニケーションを取るっていうことでしょうね、はい、うん、それとやっぱりこういろんな国から来てるので、はい、やっぱそれぞれ考え方が違うので、うん、そういうところでいろいろ行動することによってやっぱり異文化のやっぱ尊重し合うとかですね、はい、うん、まあ、そういうところが出てくるのかなと思いますけどね、はい、そう、寮というかですね、この大学の裏に、宿泊所があるんですけど、はい、基本的には2人室で一部屋なのかな、昔は、うん、ただ今ちょっと数が減ってるのかな、少ない時には多分1人1部屋になるのかな、うん、多分2人1部屋だったでしょう、はい、ね、それがやっぱり基本だと思います、はい、どうですかね、ただうちの側はあの学生と同じ行動をするので、はいはい、だから例えば、まあ、稽古の朝夕っていうのはもう学部生が当然来るので、はい、まあ、本人たちも、うん、まあ、休んだり別にしてもいいんですけど、はいはい、で午後は一応やっぱり、まあ、あの授業をやってクラブっていうのが一つの勉強の流れなので、はいはい、で午後はまた全員来てもらわなきゃ困りますけどね、うんうん、そこでやっぱり稽古になると学部生はすぐやっぱり先生たちにこう目指して並んでいくので、そういう姿を見てかかるっていうのは多分こういうことなのかなっていうのは理解できると思うんですよね。だからどちらかというと別科生はそういうのがわからないから、学部生の後に並ぶとなかなかやっぱり順番が取れないっていう、はい、ことはまああるよね、うん、みんな早いですもんね、うん、だからみんなやっぱ早くつけて早く並ぼうっていうところで、はいはい、やっぱり目につけるのが遅いと当然列の後ろになってしまうので、はいはい、うん、だから丈夫な体ですね、あとは強いメンタル、強いですよ、うち来てる子たちは。本当ですか、うん、まあ、中にはいますけどね、はいはいはい、諦める子もいるけど、うん、みんな結構やっぱりあの1年間っていう時間が限られてるので、はい、その中で何とかしたいっていう気持ち持ってるから、はい、休んでる暇がないっていうような感じで頑張ってますよ。かえって日本の学生の方が4年間あるから、うんうん、まあ、まだいいかぐらいの子がいますよね。いや、 やっぱり1年間ここを日本にね、わざわざ飛び込んでくるっていうのは、はい、よっぽど覚悟がないとできないことだと思うので、うん、だからやっぱそれなりの覚悟を持って求めてきてるので、うんうん、力があるとかないとかじゃなくて、はい、取り組む姿勢は立派だと思います、みんな、うん、めげてる暇はないです、うん。いや、変わりますよ。あ、本当ですか。はい、うん、一番変わったのは誰だろう、一応さよ、さよちゃん、はい、であの子は1年ですごく変わって、そのままだから大学に進学して、はい、あと4年間やって、はいはい、うん、あの子は1年ですごく変わりましたよね。ですかね、ちょうど同世代の女の子、まあ、女子の学生もいますよね。だからいろんな話をしながらやっぱりこう、うん、稽古は稽古でやって、うん、終わったらやっぱり残って基本をお互いにやってみてもらったりとか、うんうんうん、そういうのの繰り返しをずっとやってたので、うんうん、だからやっぱりそういう取り組みがちょっと違うんじゃないですかね、うん、稽古をやったら終わりっていう、やっぱ学生でもそうですよね。いい時っていうのは稽古終わって足りなければまた自分たちで残ってやっぱずっと自主稽古でやってるので、まあその数の問題ですよね。自由に、あの時間は自由に使えるので空いてれば、はいはいはい、でも朝も例えば7時から8時までやって、はい、8時から授業がないとか、うん、まあ別科生なんかも残ってやってますけど、はい、でもそういう時には見れますよね、うんうんうん、めっ
かえってそういう時に長く残ってやってる方が、うん、あの数が少なくなれば見やすいので、うんうんうん、だそういうところにこう一つ二つねポイントがねまた話できればね、はい、変わってくるので、うんうんうん、ああでもね、すごく別科生ももっと増えるのかな、まずは。だから、そのフィンランドに行った時に、うん、あのヨーロッパ大会選手権の時にこう終わってみんな集まるんだけど、はい、結構別科生の卒業生、修了生が集まって、はい、いやー、俺ら舞台の OB だって、そこでみんなで OB 会だって、はい、一緒にやったんですけど、はいはい、すごく面白かったですね。みんな日本語に合わせてくれるからでもね、やっぱそれぞれの国で頑張ってくれてるので、はい、本当心強いですよね。あ、うん、そうですね、うん、でうちは例えば1回、まあ、別科で来て、まあ、先日もそうだったんですけど、中国から、まあ、日本で審査を受けたいからということで、はいまあ、1週間1週間ぐらい、うん、ここ12月に2回に分けて稽古に来てとかですね、うんはいはいまあ、そういう後の、あの受け入れも、はい、あのしっかりできるので、だから何かあった時にはまた戻ってきて、はい、また稽古して、はい、でそれで帰っていくっていうので、うんはい、だから先ほど申し上げたように、うん、やっぱり自分でやってみて、剣道がこういうことだっていうのを理解した上で、はい、やっぱりそれぞれの国でもう指導していただいて、うん、だからそれがもう日本のオリジナルですよっていうことで、うん、だからもう今それしかないんじゃないですかね。そうですね。だからあくまでも国際普及ということで、うん、国際化の方に行かないように日本のオリジナルをきちんと伝えていくっていうスタンスで行かないといけないのかなと思いますけどね。剣道を正しく学びたい、将来通してやりたい、そういう意欲のある人はぜひ音楽で学んでみてください。